うつむいて涙を拭っているのは、ミスアジアグローバル台湾代表のコー・マンさんです。マレーシアで行われた情報技術のイベントで登壇し、挨拶しようとしたところ妨害され、こらえきれず涙を見せました。中華民国国旗を手にして登壇しようとしたところ妨害されたコーさんは悔し涙。各国・地域のミスがステージ上で国旗を手に笑顔を見せている中、 台湾のみかける形に台湾からの訪問団はすべて目の当たりにしました桃園市政府情報科技局のよ援助局長は自身の SNS に中国大陸の圧力により江さんが登壇できなかったその場にいる人たちに台湾代表も出席していることを知らせようと皆で台湾号と叫んだと記しましたよ局長は ペナンの人人々は台湾人を歓迎してくれる、民主国家の友人たちをより大切にし団結してのみこうしたことが将来発生しないことを期待できると強調しました江さんは主催者から謝罪を受けました現地企業の社長も我々は応援していますと激励しました政治と無関係の場でも台湾は中国大陸からの圧力を受けてきました 多くの人々が憤慨しています。